オズゴンゲン山は、両白山地南部の岐阜県伊比郡伊比川町にある、標高1158メートルの山。別名が、ゴンゲン山。農美平野から北西に、オズ山山の山並みを望むことができ、その最南端の山である。岐阜百山の一つに選定されている。農豪白山と共に、白山音源社を祀る山であり、三名の五音源山は、 白山権現を祀る山であることに由来し、山頂から白山を望むことができる。南東山麓の小津に、白山神社及び南山麓の柏原には峰山、神社の白山信仰の神社ある。樹齢約800年の小津白山神社の杉は、1971年9月14日に、岐阜県の天然記念物の指定を受けている。南東の麓の小津集落には、かつて木地市が住んでいて、 お津きじしが活躍した里として知られている。白山権現社の登録には、原文更新年8月お津創村記事創中と刻まれている。農業白山から派生する尾根に連なるお津権現山、花草山、雷層の三山,山が、お津三山,山と呼ばれている。矢部山で登山道はなかったが、1981年に南東のお津からの登山道が開設された。 その後、杉谷林道終点に新しい登山口が開設された。日本山岳会岐阜支部などが中心となり2007年8月11日に藤並谷登山道を開設し、その中間点付近ではオズの森の作りの活動が行われている。切り開かれた山頂には二頭三角点と大言原白山神社の小さな祠がある。 西側以外は、展望が明けくまざさがいい茂れ襟、北側に、花房山その奥に、農業白山、白山、北アルプス、御嶽山や農美平野を望むことができる。冬は、間接し、登山鉄器は春と秋、新緑は5月初旬頃で紅葉は10月中旬頃。登山道の上部では、岩内は、拳、本尺投げ、ブナなどが見られる。山の旧中学校では、 全校生徒による登山が行われていた。以下の三つの登山道がある。農業白山から望む小津山山へと伸びる、尾根北側の農業白山から派生する尾根城にあり、その終端となる山で伊ビ川から分岐する小津川と、伊ビ川で囲まれた範囲で山域が途切れる。山頂から、尾根が、花房山と雷層へと伸び、そこから、北側の農業白山方面にへ、尾根が続く。 小津ご原山から望む能お平野と伊比川西側に、伊比川が流れ、横山ダムの東 3.6km に位置し、久世ダムの北 4km に位置する。以下の伊勢湾へ流れる伊比川の支流の源流となる、山である。南西山麓の伊比川右岸沿いに、国道303号が通り、西山麓に国道417号が通り、東山麓の伊比川町おずに、 岐阜県道268号、菅原西津久美線が通る。周辺の山域には、南東には、杉谷林道が通り、北東山腹の森、れ、谷林道、北山腹の柳方谷ついなどに林道が通る。南東山麓には、東海自然歩道が通る。南山独の国道303号の東津久美に、養老鉄道揖斐川から揖�川町コミュニティバス、揖斐川北部線のバス停がある。 ありがとうございます。